こんにちは、兄です。今日紹介するのは SH フィギュアーツ、ブルース・ベイダーです。仮面ライダーブレイドが乗るバイクですね。それでは開封してみます。はい、出ました。それでは内容物をちょっと確認していきたいと思います。ブルース・ベイダー本体、車輪止め、あと交換用のグリップ。以上です。それでは可動を見ていきます。バイクなので大した可動はないんですけども、まず前輪ですね。こんな感じで、ハンドルと連動して動きます。あと当然回ります。で、次後輪です。回ります。で、あとサスペンションですね。サスペンションがこんな感じで効いてます。あとは、スタンドですね。スタンドが動きます。可動に関しては以上です。それでは造形を見ていきたいと思います。まずは前輪からいきます。クリアパーツがここに使われてますね。で、ブレーキパッドとこの辺はね、結構細かいですね。ここにスペードのマークが入ってます。エンジン周りも、細かいですね、結構。あとサスペンション部分のバネが赤い色で、結構ここが、こう、引き立って見えますね。後輪も前輪と同じように、クリアパーツが使われてます。あとですね、ここですね。ここがダイキャストの時もあるんですけども、今回は普通のプラスチックでできてます。テールランプもここですね。ここがクリアパーツです。左右そんなに大きな違いはないんですけども、強いて言えば、エンジンの反対側で、ここでパイプがこう伸びているのが結構僕はここ好きですね。そして、じゃあ前ですね、お顔です。クリアパーツが結構ふんだんに使われています。ハンドル周りです。メーターとかはシールですね。ブレーキとかここら辺は、硬質の素材です。で、替えのグリップなんですけども、軟質素材なのかと思ったら、あれも硬質素材でした。これが折れたら、あれを使ってくださいっていうことのようです。で、あと、ここ。これは多分カードピュッと刺すとこですね。はい、結構細かいですね。ブルース・ベイダーを触ってみての感想は、すごくよくできていると思います。造形としてはバランスもすごくいいですし、細かいところもよくできてます。ただ、ちょっと気になるのは、前輪後輪のホイールですね。もともとこういう作りなので仕方がないんですけども、こうちょっとペタッとした感じになってしまって、どうしてもおもちゃっぽさがここに感じてしまいます。もうこれは本当に人によって感じ方違うと思うんですけど、僕はちょっとおもちゃっぽく感じました。で、あとそうですね、ダイキャストが使われてないタイプなので、重さは軽いっていうところもちょっと気にはなっていて、軽い分遊びやすいっていうところもあるんですけども、やっぱりダイキャストが入っているバイクは重さがこうやっぱり感じれるとこれちょっと嬉しいところがありますね。だからそこら辺で重さで価値が変わるってわけではないんですけども、どういう風に感じるかっていうところですよね。ブレードを持っている人はやっぱり持っていた方がいいと思います。ただ、単体で考えると、ちょっとこれでね、4000円超えは高いかなっていう気はしますね。やっぱり3500円ぐらいだったら納得はいくんですけど、もうちょっと抑えてほしかったなっていう気はします。